はい、じゃあやりましょうか。今日はね、センターの2004年の本試験で出た問題で、並び替え問題でね、1、2、3、4、5、あ、5つか。5つ並び替えればいいだけだから、結構簡単だよね。とりあえずこれ書いてみてくれる？こういうふうに書けば。What that is making it is the noise。 まあ自分でね、考えて。で、一番最後に チェック入れたら、もしくは合ってたら、このギャップが消えますから。ね。自分でやってみて。で、できればまあ大体この辺のレベルのことは分かってると思うんで、まあ、どんどんその、なんていうの？並び替え問題、正常問題やっていけばいいかなと思います。正常問題でよく出るっていうのは、要するに、並べ方が難しい問題なんでね。並べ方が難しいっていうのは、並べ方だよね。語順が難しいっていうのはさ、要するに、英語で普通の文は、普通は SVC とか SVO とか、そういうね、語文型の通りになるんだけども、ただほら、疑問文とかね、そういうのは逆になったりするじゃない。This is a pen が is this a pen とかさ、ちょっと普通文じゃない形になるときあるんでね。だから、疑問文とか、あるいはそれが間接疑問文になったら、まあちょっと例えば書くと、疑問文だったら、is this a pen？ WH の疑問文だったら、What is this？ これが分かんなかったのね。さらに、間接疑問文になったら、What this is？ ってなるから、ちょっとややこしくなるんでね、この辺の文型がね、This is か Is this かっていうのがね。さらに、これは、強調構文と間接疑問が一緒になってるからね、ややこしいよね。文法問題でもそうだけども、比較だけだったらそんなに難しくないんだけど、比較と否定が重なったりね、一緒になったりしたら難しくなるでしょ。ね、それと同じなんですわ。じゃあ、やろっか。一番簡単なとこからね、やっていきましょう。まず、こういう文作ってよ。X がその音を立てている。ね、これできるよね。まあ、これを使ってね、この辺のものを使って。で、X is making the noise ってやっとこうか。ピリオドはいりませんから、ここについてるからね。その次、X is making the noise ってやって、この1の文だよね。これを強調構文にしてほしいわけね。強調構文はもう簡単で、It is、ん？ちょっと待って。強調構文、そうだよね。ちょっと書き方悪かったかな。1の文を強調構文にってのは、要するに1の文の X を強調する言い方だよね。そういうふうにやってほしいわけ。だから、It is X。ちょっと後で書き直しておきますわ、その指示はね。It is X that is making the noise になるよね。ああ、間違った。強調構文っていうのは、要するに、It is that の間に、この強調したいものを入れるんでね。そしたら、そこがなんかスポットライトが当たったようになるんだよね。だから、ね、It is that を取ったら、X is making the noise って元の文になるよね。そこは簡単でしょう。その次、1の文を、X を問う文に。1の文の x を等分にか。これも割と簡単で、その x が分かんないときは x を疑問詞にしとけばいいんだね。で、しかも今回はその主語が分かんないんだから、主語が分かんないときは本当に簡単で、どうすんだっけ。そのまま書けばいいんだね。x is making the noise。ああ、間違った。その辺ちょっと簡単に説明すると、同じ what でもさ、どうしよう。what でいいかな。what でいいか。what is this と、what is、あ
あ、ちょっと待ってよ。どうすればいいんだろう。あ、ちょっと待ってね。どうしようかな。My mother cooks dinner ってやっとこうか。ほいで、これ、下線部、例えば、My mother っていう主語を聞くときは簡単で、who ってやるんだよね。ほいで、cooks dinner ってやればいいんだよね。ところが、who じゃない、主語じゃないとこ、例えば、ここを聞くときね、dinner を聞くときは、まず疑問詞に変えて、what って変えて、ほいで、あと残りを疑問文にしとくんでね。だから、what does、まあ、you are ってやっとこうか。your mother cook。こういうふうになるわけね。だから、主語がわかんないときは、結構簡単で、そのまま、もう、風に変えて、あと残りを足せばいいと。cooks ってなってね。ところが、風以外、主語以外のとこ、ね、副詞でもいいけど、ね、every Friday とか書いて、ね、every Friday、そしたらその every Friday という副詞は when になるんだけどもね。そういう時は、主語以外のとこが分かんない時は、ね、まあ、疑問詞にして文頭に出すのはいいんだけども、その後、こういうふうな語順になるからね。つまり、ここを疑問文の形にしとくわけ。ね。はい。じゃあ、What is making the noise? でいいんだよね。ほいで、その次、2の文を X を等分にか。X がわかんないとき。この X がわかんないときは、What is making the noise? ってやったわけでしょ。ところが、ほら、これは、主語じゃないよね、この文のね。主語は一応 it is だよね。ということは、まず what ってやって、これで it is that is making the noise って残ってるんだけども、これを疑問文にしとかなきゃいけないんでね。だから、what is it that is making the noise になるよね。わかる？その次、3番の文を間接疑問文に。間接疑問っていうのは、例えば、I don't know とか、Do you know とか、I wonder とか。別に、間接疑問文は、間接疑問文って普通書かないのは、必ずしも疑問文じゃないってことね。ここは関係ないわけよ。ここは、肯定文であろうと、否定文であろうと、疑問文であろうとね。だからここに間接疑問っていうのは必ずしもクエスチョンマークじゃないわけよ。ここが、ね、ここにもともと疑問文だった文を埋め込むっていうことだから。だから3番はこれを埋め込むんだよね。これはまた簡単で、もうこのまま埋め込めばいいわけだよね。W、まあ W は小文字だけどね。なんでかっていうと、主語がわかんない文だから。あるいは疑問詞が主語になってるから。これが SVO になってるから。そのまま。ね。これは簡単。じゃあ、5番。ん ?5 番の文を完成。ん ?5 番の文。ちょっと待って。違うよね、これ。5番の文じゃなくて4番の文でね。ごめん、これ間違った。それね、3だから4でね。4の文を間接疑問文に。まあ一応これをそのまま入れたらこうなるけども、まあ W は小文字にして、ただし今度はほら、要するに間接疑問文っていうのは肯定文の形になってなきゃいけないわけだから、主語動詞って続かなきゃいけないわけよ。これは主語動詞ってなってるわけだよね。What が主語だから。主語、動詞、目的語。ね。とは、こっちはさ、これは主語じゃないでしょ。だって、主語は it じゃない。ね。だから、
どうなるかっていうと、it is を、これを、あ、ごめん、is it を、what it is ってやんなきゃいけないわけだよね。だからこれが正解なんです。これがそのまま正解かな。で、いいと思うんだけども。ちょっと待ってね。答え合わせするね。61%。合ってるね。ちょっとややこしいけどね。順番を追って説明するとそうなるわけよ。ここではさらに、ちょっと、さらに複雑にするとどうなるかちょっとやっておきます。10番までね。3の文に Do you think と入れて、連鎖疑問施設って書いてあるけども、3の文ってどれだっけ？これか。What is making the noise？ このとこに、Do you think っていうのは思ってます。これはさ、何がその音を立ててるんですか？と、あなたは思いますかっていうことよ。要するに、例えば、What is this? だったら、これは何ですか？だけども、これは何だと思いますか？あなたは。そういう感じになるわけ。ね。だから、ここに、What do you think? って入れるんでね。ほいで、あとどうすればいいかっていうと、ね。この場合、この What は主語だから、What is making the noise? これでいいんだよね、もう。What とか疑問詞が主語の場合は、もうそのままでいいわけよ。どんな場合でもね。そうだね。疑問文にするときでも、そのままでいいし。あるいは間接疑問文にする場合でも、そのままでいいし。ね。What is making the noise? 全然変わってないじゃない。What is making the noise? これとか全く変わってないでしょ。その次、4番の文に Do you think を入れて、今度はちょっと加工しなきゃいけないんだよね。こうか。とりあえず入れたらこうなるんだけども、まあ、What do you think でね。これも同じことで、It is っていうのは、もうここでさ、これ疑問文っていうことが分かってんだから、さらに疑問文っていうのはおかしいよね。二重疑問文になるよね。二重否定っていうのは良くないんだけども、二重疑問文っていうのも良くないわけよ。だから、What do you think it is that is making the noise? ね。今度はさらに複雑になって、これを、間接疑問にするわけだよね。つまり、ここに埋め込むわけだよね。もちろん、What はこうなって、Do you think は、これは疑問文の形だからダメで、What do you think になって、これは What は主語だから、このままでいいんだよね。わかる？難しい。その次、今度これはまた同じパターンで、What do you think？ これで、これはこのままでいいのか。そうだね。ちょっと待って。そうだよね。もう、what you think it is。あとはいいんだよね、これはね。what you think it is that is making the noise。ちょっとかなり複雑だけども、ちょっと答え合わせするね。いいよね。ここまではそんな出ないと思うけどね。あ、でも、これは出るよね。連鎖疑問はね。What do you think is right? Which do you think is better? とかね。これは出るけども、ここまでなんか、ここまであんまり出ないと思うけどね。ちょっと待って。ここまでは、What you think is what あ、そうか。これはあれか。間接疑問と、強調構文と一緒になってるわけか。最後のとこはね、ここまでは出ないと思うんだよね。でもまあ、一応、理屈で言えばそういうことになるわけよ。かなり複雑になりますけども、まあ、順序立ててね、考えていけばわかるんじゃないかなと思います。ということで、終わりますね。